と15秒あ、10秒え、ライブ放送開始こんにちは、ゆりんく沖縄の時間です。私、パーソナリティのトーマと申します。この番組は私、トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。また、FM ギノワンではツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、チェックしてみてください。ツイキャスはツイッターも連動しておりますので、たくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。またスマホで聞く場合はリッスンラジオというアプリがありますので、そちらをダウンロードして FM ギノワンからお楽しみください。それではこの後5時までお付き合いください。一旦 CM を挟みまして、本日のゲストの方をご紹介していきます。それでは一旦 CM です。スタンド FM の方、コルペさん、アサイコさん、ありがとうございます。今ラジオ本番中なのでコメント拾えないかもです。すみません。サイコさん、今日は聞く専門で、はい、かしこまりました。シリカさん、こんにちは。あ、そう、そう、初めは、レナさんの自己紹介を、自己紹介して、ごめんなさい、今日は十分な時間になかったから、あと13秒ですね。マシンガンフィートしていいですね。僕がフルファイル。ちょっと、今日は本当にCM 開けます。音楽から流します。はい、ゆりんく沖縄を、お送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。はい、ということで始まりました。今年もですね、早いもので3月ですね。何週間か前に年が明けたかなみたいな思ったら、あっという間に2月が終わって、もうちょっと信じられないぐらい早いです。僕自分のね、なんていうかね、こうラジオ以外の活動でもすごい大きな変化があって、新しく言霊の教室みたいなのをね、始まったり、あとはスタンド FM っていうその音声の SNS を始めたり、なんかそうこう活動一生懸命してたら、あ、もう3月かみたいな感じでね、非常に驚いております。はい、ということで今日も始まりました。今日もですね、アシスタントの渚さんが来ております。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。
そして、今日のゲストの方をご紹介していきます。本日のゲストはですね、琉球スピリチュアルガイドとしても、活動されておりおりますおつなぎ役のガナハレナさんです。よろしくお願いします。こんにちは、久しぶりによろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はすいません、バタバタしておりますが、すごくあの刺激的で楽しい時間です、はい、それぐらいバタバタしていたと、はい、ではあの早速なんですが、レナさん今日はですね、あのテーマが絵にしについてということでね、はい、あの過去生と今生ということで、はい、あのテーマついております。でよろしくお願いしますね。ではあのレナさんすいません、あの、まあ、お聞きの方にあのその自己紹介や活動の内容などあの聞いてもいいですか。ありがとうございます、はい、今紹介いただきました琉球スピリチュアルガイド、あのおつなぎ役のガナハレナと申します。あの琉球スピリチュアルガイドというのは、まあ、コロナ以前の前にですね、あの、まあ、立ち上げまして、この沖縄の聖地、御嶽などを巡ること でそこでの、まあ、お祈りの作法であったりとか、あとは、まあ、目に見えないそこにいらっしゃる神様と、ね、対話させていただいて、あのメッセージをお伝えすることで、その人の生きる力になれたら、そしてあのそこの土地のエネルギーの取り入れ方、それを日常生活に生かして、でよりよく目に見えるものと見えないもの両方の知恵を持ってね、あの人の幸せを願いながらさせていただいていました、うん、でもう一つあの、まあ、スピリチュアルカウンセリング、あの見えない世界 この悩み事とかご相談事とかもね、はい、あのまあ、2本の柱で進めておりまして、で、まあ、コロナ禍ということもありスピリチュアルガイドの方はお休みさせていただいているんですけれども、はい、大丈夫ですよ大丈夫、まあ、トーマさんもね新しいことが始まったとおっしゃっていましたが、うん、私も新しくあのオンラインのサロンの方を開きまして、はい、月1回の目に見えない世界のレッスン、うん、あの現実世界に見えない世界の知恵を生かして、でよりよく生きていこうということで進めています、うん、で今日 あのラジオのテーマ絵にしについてなんですけれども、この絵にし、あの糸編のご縁の縁、はい、の絵にしです。あの過去生から今生にかけて、まあ、もちろんあの過去生って何だろうと思う方もいらっしゃるんですけれども、うん、あの人によってはねあるよないよと思う方がね、うん、はい、いらっしゃると思います。で私自身あの、まあ、小さい頃ね、この記憶にあるのは赤ちゃんの頃から、うん、この目に見えない存在の方々と対話させていただいて、で現在あのまで生きてあの生きながら、させていただいてきたわけなんですけれども、この目に見える世界が見える世界と見えない世界をつなぐということで、おつなぎ役として今も活動をさせていただいています。はい何事もなかったありがとうございます。あのすいませんね、あのちょっとラジオのをね、あのお聞きの方々はあの全然わからないかもしれないんですけどね、あのちょっとね、あのねすいませんね、僕がちょっとね今 FM 技能のスタジオで放送してるんですが、ちょっとね僕が持ち込んでる機材がねあのトラブル頻発してましたね。そうなんです、目の前でトーマさんがあっち行ったりこっち行ったりしてるので、うん、私もね話が急に飛びそうになったりとかね。あ、ちょっと今ねあの YouTube の方でコメントがつきましたね、スイーパーさん、あラジオって書いてありますけどね、はい、あのラジオをこうインターネットでねあの配信してるような形になっております。あ、レナさんありがとうございますあ、どうでした、あの初めてですよね。初めてですね、はい、初めましてですよね、うんうん、よろしくお願いします。とても楽しみです、お話が、うん、ね、どうやってねそのこういうお仕事をねやられることになったとかね、そういうのもね、うん、すごく楽しみはい、そうですね、あその前に僕レナさんのね
あのこのスピリチュアルガイドのね、うん、もう始まったばっかりぐらいの時ですよね。あのそうですね、立ち上げたばっかりの頃から、はい、参加させて、ね、くださって、はい、もうその時にあの、うん、なんていうかな、参加させていただいて聖地をね、うん、あのご案内していただいて、またあのご縁のあるメンバーでね、みんなで行って、それでね、僕は本当にね、あの、まあ、今でもその時の場所をたまに行くんですけど、うん、本当にねエネルギーが現れるというか、本当に素晴らしい場所、またねそういったね場所とのね、付き合い方じゃなくて、なんていうかな、心構えですね、あのそういったねエネルギーとお付き合いする心構えのようなものを一緒に教えていただいて、それがね本当にあの役立って、で正直あのこのねラジオ、あのレナさんもう何回目かな、なあのもう何回目かもう出てますけどね、たくさん出させていただきまして、いえいえ、あの本当にね、あの僕運が上がったなって、あのそのスピリッツ、あのそのツアーのねあと、うん、本当にねあの、開運したなっていう実感があったんですよね、うん、どんなことが、それがね覚えてないんですけど結構昔の話ですね、はい、なんだけど僕はそこで初めて知ったんですよ、うん、あパワースポットって本当にこんなことが起きるのみたいな、そういう気持ちになりました。はい、すいませんね、あのそういったね僕は経験がありますよ、うん、レナさんとのねあのそのツアーでねありましたね。ちなみにではあの続いて、あのレナさんがそのこのようなね、なんていうかな、お仕事取り組みをしているなんかきっかけとかね、その背景バックボーンなども教えていただけたらと思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、私もねなんか最近自分の小さい頃を思い出すことがね結構多いんですよ、はい、今まであの私はあの、まあ、見えない世界のことをね教えたり伝えたり、目の前にいる方に対してねこの人に何があの必要なアドバイスかなということで、いつもあのそればっかり考えて伝えていたんです。で自分のことをね話したことがそんなにないなと思って、うん、で最近聞かれることも多くなってきてね、うん、で先ほど赤ちゃんの頃から見えていたってお話をしたんですけれども、うん、あのこれはあのお子さんやお孫さんいらっしゃる方にもね共通することがあるかもしれないので、ぜひぜひそうかなという思いで自分の、日常を照らし合いながら聞いてほしいなと思うんですが、はい、生まれたての、まあ、赤ちゃん1歳ぐらい、1歳からまあ長い子は3歳ぐらい、うん、動物さんもそうなんですけれども、空中を見ながら、うんうん、あの何もない空間を見ながら笑っていたりとか、うん、よく聞きますね、うん、そういった時っていうのはあのやっぱりご先祖様とかね、うん、大事な方が会いに来てくれて、うん、でそれであやしてくれていたりもします、うん、私もそうだったんですよ、うん、赤ちゃんの頃ね、あの本当あの天に召されて、うん、で私って亡くなった後というのはあのまあそれぞれの一生を見ながら、あのこういったことを楽しかった、嬉しかった、あの大変だったなってこともね全て見ながらね、だんだんとそのお亡くなりになった方の心が癒されて天に上がっていくわけなんですけれども、天に上がっていくと見えてる姿も変わるんですよ。本当不思議なことに、あの悩みがある方、人もそうです、悩みがあるとちょっと暗く、今日は元気ないわね、といった感じで暗く見えますよね、はい、お亡くなりになった方もその方に悩みがあると、うん、あのグレーとか黒とかそういうちょっとくすんだ色に見えるんです、うん、であのご先祖様とかはね、赤ちゃんの頃ですよ、私が赤ちゃんの頃を見ていたご先祖様たちっていうのは金色に輝いていて、で真っ白に本当にあの光の存在という言葉を聞いたことあるかもしれないんですけれども、本当に光そのものの存在として来られて、よく生まれてきたねってあやしてくれたり、で、部屋のドア
ドアじゃない、うん、壁、壁、壁から通り抜けたりね、うん、出たり入ったり、たくさんの方々が見に来てくれて、うんはい、うん、それを掴もうとして掴んでも掴められないという、うん、あのだから、まあ、だんだんね、私自身もこの年齢を上がるにつれて、うん、大人になったら壁が通り抜けられるんだとか、うん、急に消えたりできるんだっていうことをね、うん、あの思いながら生活をしていたんです、うん、でだんだんあの小学生とかに、うん、まあ、幼稚園小学校に上がっていくと自分で学校にね、ランドセル背負いながら学校に行くわけなんですけれども、うん、その道すがら、うん、どうしてもやっぱり亡くなった方に出会うんですよね、うんうんうん、で、亡くなった方というと、あの皆さん怖いイメージもね、うん、ある方もいるかもしれないんですが、うん、おそらくメディア、テレビとかメディアとかね、うん、あの怖い映像を見てそれがあの脳の印象に結びついて怖いというふうに、ね、はい、思ってしまう方も多いんじゃないかなと思います、うん、でもね、まあ、自宅から学校に行く道すがら本当に何人もの亡くなった方に出会ってですね、うんうん、あのある日は、まあ、おばあちゃん で泣いているから、どうしたのかなっていうことで、うん、もう本当に 2,3 時間お話を聞いて、うん、もう炎天下の中、うん、えらい子供ですね本当に今考えるとそうなんですけれども、うん、で、あのそのおばあちゃんの話が終わったらまた少し歩いていくと、うん、また今度は泣いている男の子に出会って、うん、男の子の話を聞いて、うんうん、おそらく1時間以上とかね、でまたあの歩いて行ったら、うん、また学校、やっと学校だと思った近くに泣いてる御霊様がいてっていうような毎日、まあ、学校にたどり着けない毎日それで遅刻をして先生に理由を言っても信じてもらえず、そういうような日々でした日々そうですね、だからあの、まあ、その御霊様というのは今振り返ってみると、うん、あのやはり沖縄戦で亡くなった方が多かったなと思うんですね、うん、でやっぱりあのこの戦争ということで亡くなった方というのは、うん、はい、あのまあ、痛み苦しみも強いので、うん、なかなかねその傷悩みが言えないと上に上がっていくってことが難しかったりします、うん、であの私のように、まあ、見えたり聞こえたり喋、うん、ったりできる方というのはそういった方を見つけてやっぱり悩みを聞いてほしかったりするんですよね、うん、御霊様自身が、うん、でそういうことで癒されて、うん、で少しずつ軽くなって天に上がっていく、あの時ずっと喋ってたおばあちゃんが今日はいないなと思ったら、うん、天に上がっておられたりとかね、すごい、うん、でもう本当に振り返るとね、学校の行き帰りにいつもね、うん、人間とは何だとは、うん、悩みではどっから来るのかとか、うんうん、それ小学校何年生ですか？もう1年生の頃からランドセル背負いながらね、もしこの世界が、うん、あの天変地異が起きたらどうやって生き抜こうかとか、はい、いろいろ考えながら歩いてる小学生だったんですよ、うん、なんと言ってよいかで今考えると、うん、やっぱり考え方も不思議だったなと自分でも思うんですけれども、うん、でね、こう私自身が喋ってることを見たことを、うん、やっぱり学校の先生とか親とかね、うん、友達にお話をすると、うん、どうしても信じてもらえないとかね、うん、はい、やっぱり理解できない壁があるわけなんです、うん、でその時に初めて、うん、まあ私に見えてるものが見えていない、聞こえてるものが聞こえていないっていう壁に当たってですね、うんうんうん、でも見えてる方はいるけれども、うんうん、その時に小学生の時に決意したのが、うん、もしこの御霊の方々と喋れる見えるっていうことが少ない中で、うんうん、おそらく少ない中でそれを全うしを行おうという人も少ないんじゃないかと思って、うん、私は一生この仕事をやっていこうとその時に決めて、はい、で人と御霊様、うんうん、両方のこの癒す、うん、悩みをね助けるっていうよりもサポート、うんうん、
それぞれがちゃんと足に、うん、足を立って歩いていけるサポートをしていこうと決めて、うん、でその一つがやっぱり琉球スピリチュアルガイドという、うん、このね目に見える生きた方々をこの聖地神々の、ね、聖地にお連れしてそこの神様と の連絡の仲介役としてこう生きている方々にも元気をつけてもらおう、うん、そして見える見えない世界のスピリチュアルカウンセリングをさせていただくことで、はい、お亡くなりになった方とこのご遺族様の心をつないで、うん、どちらの心もね癒していくっていうお仕事をずっとしております。すごいです ねもう小学校の頃に ねそのお仕事をしていくって決めたですもんね。自分でも振り返る不思議だなと思います、うん、もう内容がちょっと圧倒的ですよね、うん、ちなみに何ですかね、その生きてる方とそうじゃない方っていうのは見てわかるってことなんですか、何かしら。あ、そうですね、うんうん、見え方というのはいろいろあってですね、うん、目の肉眼で見る方法と、うんうんうん、このまあ六感的なものを見て見える方法、例えば後ろにね、見てないんだけれども何かあると感じるのは六感的なもので感知してるようなものです。すごい。それでこのお話とかされたりしてたんですね、ちっちゃい頃とかから、うん、そうですね、うん、御霊様と話すというのは言葉というよりもテレパシーのやり取りなので、一気に情報量がすっごいわっといただくんですね。例えばその方が語りたい、うん、悩みの部分、うん、このその方の障害をかけての悩んでるところのポイントを知るためには、うん、たくさんの後ろの背景を見なきゃいけない、うん、その一生分 の情報量を数分でポンといただいて、うん、頭の中でカタカタカタッと自分の中で処理していって、そしてその方が伝えたいことの言葉を、うん、御霊様とどういう言葉でどういう言葉の順序で伝えていくかっていうのを相談しながら、ご遺族の方に伝えていくっていうような、はい、かなり忙しい頭の中で忙しく、ね、本当ね、うん、人って自分のキャパシティがあるから、うん、そうやって情報がねいっぱいダウンロードされるとね、うん、ゆとりと言いますかね、うんうん、なんだろう、その考え事というか、もう その時はね小さかったかもしれないけど、うん、それでもね自分の生活以外の情報がわーって増えたらですね、うん、相当大変だっただろうなとは思いますね、うん、うん、私も振り返るとね、うん、よく頑張ったなとは、ね、周りにね分かってくれる人がいないんですもんね、うん、自分しかね、そうですね、分からない話っていうかね、うん、聞こえることとかね、先生にも、うん、いやちょっとおばあちゃんがいてみたいな、うん、遅刻の理由、そうそうそう、こう話すっていうことはあれですか、一応はまあ通じるかなというか、その先生、子供ってやっぱり純粋なので、うん、自分が見えてるものはみんな見えてるだろうっていう感覚でね、うん、分かるだろうっていうようなことで、やっぱり、なるほど、うん、言うけれど、言うけれど、まあ、その度三者面談になって、ご家族にそういうちょっとこの高いっていうんですか、霊感っていうんですかね、そういう方もいらっしゃるんですか。うん、私ね、だんだん経験を積んでいくことによって、うん、分かってきたことが、うん、DNA、うん、はい、この体は遺伝しますね、うん、だから自分が見えてるとしたら、うん、必ず自分の家族とか親類にはいると考えていいと思います、うんうん、けれどもそれを扱う技量が身につけるのが大変、うんうん、そこは人間力と言いますかね、いろいろあるんでしょうね、うん、なるほど。よく霊能者の方とかね、うんうん、やっぱり、まあ、見えない世界の方々というか、うん、その御霊の方々とお話ししてこう成仏をお手伝いしたりとかね、うん、まあ、僕は分からない
世界というか、うん、僕はそういう能力がないというかね、うん、でもその仕事としてなんかされている方もいますよね、うん、そう考えると小学生の頃からね、うん、バリバリ現役で、うん、されててものすごいキャリアになるなってちょっと思ってましたすごいですよねすごいことだと思いますね、うん、でもきっと人それぞれね、うん、この世に生まれてどんなことがしたい、うん、っていうことをおぼろげにでもはっきりと決めてる人もいらっしゃいますし、うんうん、私はこの人と御霊様の心を癒すっていう目標を立てて生まれてきているので、うんうん、でそれで早い段階で自分の目標っていうのをね、うん、自然と行っていたのかなって感じがします。すごい。ここですいません、うん、コメントが来ておりまして紹介したいと思います、はい、若さんこんにちは、いつもありがとうございます。ありがとうございます若さん、木村さん、キムさん、うーん、何リーマンだっけすいません、ごめんなさい、活動名忘れちゃった忘れちゃった。木村さんいつもありがとうございます若さんからね、体力的に疲れたりとかしないんですかと、はい、そうですね、ね、人は肉体と、ま、心、精神力、あと気のエネルギー、気力がありますよね、うん、その3つをしっかり揃えて立ち向かわないと大変だと思います。なるほど。だから体力的な部分ではやっぱり年を重ねると老体なので、うん、何時間もやるのはしんどくなります、はいはいはい、でその分気力、精神力は強くなっていきます、うん、その部分で補っていくから、うん、やっぱり大変で大変なんですよね。ツイキャスの方では、トーマさんハローと、ゲストさんもハローと、ヒカルさんありがとうございます。はい、あ、木村さんすいません、テラリーマンでしたね、うん、そうそうそう、お仕事しながらね、お坊さんのお仕事をされている方がいて、サラリーマンとお寺をかけた感じで、そうそう、テラリーマンさん輝いてるネーミングですね。もう素晴らしいネーミングですね。あ、若さんありがとうございました。はい、あ、ね、ということでね、すいませんね、ちょっとコメントを紹介しましたけど、すごいキャリアだな。なんかバックボーンがめちゃくちゃ太いですよね。だからこそ、そういえばスピリチュアルなことっていうか、見えない世界のその、まあ、おつなぎ役とね、レナさんは活動名されてますけど、そのね、体のことも教えますもんね、気候とか。あ、そうですね、そう、気のエネルギーをやっぱり、まあ、自分自身で使っていかないといけない。先ほど気力、精神力、体力、でこの3つをね、しっかり充実をさせていけば、まあ、私だけじゃなくて皆様それぞれね、自分の人生をしっかり歩んでいけるなと思うので、ありがとうございます。すみません、ちょっと早いのですが、番組がもうちょっと半分ぐらい来てましてね、一旦 CM を挟みまして、また後半お話お伺いしていきたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは一旦 CM です。ヒカルさん友達が死にたいと言ってるけど、どう言ったらいいですか。ちょっとラジオでは難しいあれテーマですね。じっくり聞きたいな。僕は言葉かけるっていうより話全部聞いてからですね、何を言えるか、そんな感じです。だから僕はむちゃくちゃ重たい話をいくらでも聞いていられるという特技があるんですよね。すごい。そう、まあ聞いてからって感じですね。僕別になんか勇気をね、あんま強い言葉もあんまり言えないしね。まずは
回聞いてからって感じですね、僕は。ちょっとスタート FM も、あと 何秒あと30秒くらい、あと30秒くらい、スタンド FM の皆様もちょっと放っておいたのでね、はい、あ、クリスタル水江さんこんにちは、よろしくお願いします。ジュディさんこんにちは、アルタさんこんにちは、いつもありがとうございます。ナンシーさんありがとうございます。関さんいらっしゃいませ。マイミーさんありがとうございます。ちょっと今15秒前ですね。あと15秒前だそうですちょっと今本番中だからあまり拾わなくてすみませんね。また後ほどスタンドで FM の、ね、コメントなどしてます。はい、ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動をしていた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組は YouTube ライブやツイキャスでも配信されておりますので、 FM 宜野湾のホームページをチェックしてみてください。またメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com です。それでは、後半をお届けしていきたいと思います。本日のゲストはですね、おつなぎ役の、ガナハレナさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あっという間の前半でしたね、はい、今日なんかちょっと時間が早い、時間早いですね、なんかちょっと早い今日感じますよね、ありますよね、うん、そういうのね、ちょっとツイキャスの方でね、まあ、ちょっと気になるコメントが来てるので、ちょっとそちらをね、読んでいきたいと思いますね。これ名前言っていいのかな、ちょっと待って、なんかさっきよりも難しくなってきましたね、ヒカルさん。まあどう、そのなんて声かけてあげたらいいですかということでね、ものすごい人生のなんていうんですかね、谷ですね、山あり谷ありの谷に来てる人がいて、まあもうなんていうかこう表現しづらいな、もうダメだって自分で言ってると、どう言ってあげたらいいですかっていうことでね、うん、来ておりますね。僕さっきのコメントでいいんですかね、うん、ヒカルさん、僕はなんですけど、まずはですね、全部話を聞いてからじゃないと声かけられないって考える人間でですね、それでね、全部話を聞いた上でね、僕結構ね、あんまり勇気づけるような言葉いっぱい言うタイプの人間じゃないんでね、あ、なるほど、うん、まず話聞いてからということですね。それで僕経営の経験もあるんですけど、お金のですね、お金の話だけだったらですね、まあ、生き方を変えるだけで命は助かりますね。まあ、払えない、これちょっと公共の電波で言っていいのかな、いいんですけど、普通銀行さんとかね、ちゃんと払えないって言いに行って、返済計画をね、リスケジュールすればその人の身の丈に合った返済でもう仕方なく納得してくれる場合がっていうか、それしかないんですけど、そういうことがありますね。あ、すいません、ちょっとこんな現実的な内容ですけど、ありがとうございます。公共の電波なので、はい、話せる範囲のことが少なく限られてくるかなと思うんですけれども、うん、まずね、トーマさんが先ほどおっしゃってくださったみたいに、
情面と、あとは、この人間社会でできること、できないことをしっかり早くしてください。本人がね。それで、最初は感情でね、わーっとどうしようってなるんですけれども、話を聞いてあげるのも、そばにいる方ね、精神的に大丈夫であれば、余裕があるのであれば、しっかり話を聞いて、その上でメモを取ってあげてください。メモを取って、何が必要で、何が、今は必要ないことか。で、できることは何か。できることが決まったら、専門家にすぐにできることをしていくっていうことが大事かなと思います。やっぱりこの世界でね、大変なことって人生にたくさんやってくるんですが、まずは深呼吸して落ち着いて、ね、終わりじゃないから、このそれぞれのね、人生を諦めないように、励ましながらできることをやる、っていうことかな。そうですね、まあ、僕もこういう状態になってごめんなさい、これはね、まずはね、心と頭の整理整頓がスタートですね。そうですね、レナさんのおっしゃる通りですね、はい、ということです。あとヒカルさんのコメント、ゲストさん美人ということで来ております。ありがとうございます。よかった誰のことだろうと思ってました僕かなとか言って違うかはい、ということで後半ね、レナさん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。後半はですね、レナさんがされているこの活動、オンラインのことをお伺いしてよろしいんですかね。はい、月に一度オンラインのスピリチュアルレッスンをしておりまして、で毎回テーマを変えて、今はこういう内容がいいかなとかいう感じでね、お伝えしてるんですが、今月3月のレッスンについては、エニシ、ご縁のエニシについて、でそれをね、今回ラジオでちょっとエッセンスを織り交ぜてお話できたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみ過去性、私たちってこれは私が経験したり見たり、また亡くなった御霊様から教えていただいたことにも基づいてお話をするんですけれども、私も今の自分、今の私になる前の過去性、そしてその前、その前というのを覚えていて、だからこそ魂は肉体を変えてまたここの地球にねやってきたんだなってことを、私自身はすごく実感しています、で、皆さんこう出会う方々というのはやっぱり過去性でも何か縁があってね、こうやって出会ったり話したりお茶をしたり、または友達になったり兄弟になったり、夫婦になったり恋人になったり、ご縁が結ばれているわけなんですけれども、やっぱりね、なるべく良縁、良縁を見極めて、お付き合い、人との出会いをね、育んでほしいなと思うわけなんです、でもどうやって良縁をね、育んでいったらいいのかなと思った時に、不思議なことに過去世でもまた出会おうねって約束をした方々というのは、何かね、惹かれ合うものがあるんですよ、自分自身の心の中で物理的な欲求ではなくて、その人の魅力そのものでいいなと惹かれる、心惹かれる方とか、あとはね、なんとなく覚えていることもあったりもします、姿形を変えてその人と出会ってるはずなんだけれども、ほんと目の奥の優しい瞳の柔らかい感覚とか、あれ、なんか初めて会ったのに懐かしいなって感じたり、あれ、なんかこの仕草どっかで見たことあるとか、不思議なことにね、仕草とか喋り方とか過去性と同じだったりするんですよ面白い。で、なのでポイントは心惹かれる方、で、心
心を惹かれている中に何に魅力を感じているのかなと自分の中にもっともっと深く入り込んで見ていってほしいんです。で、心惹かれているものっていうのは今世の自分自身を作り上げていく中で、あ、優しいところが魅力、私もこういう人になれたらいいなとかね、互いに魂を磨き合うために出会って、で、行くわけなんですけれども、あとは懐かしさ、人だけじゃなくて場所とか国とか食べ物とか香りとか、初めてなんだけれども懐かしいっていう感覚がね、大事だったりもします。僕は懐かしいって思ったことが、一回もなくて、僕は綺麗さっぱり忘れてるんですよね。でも僕は何だろう、そういう記憶的なものじゃなくて、気持ち的な判断があるんですよ。この人安心、この人なんだか、なんだか惹かれる、それそれ、だいたいこれ、これは恋愛とかじゃなくて全てにおいてなんですよね。全てにおいて、恋愛感情をまず外したところでどう感じてるかっていうのもね、大事だったりします。なるほどね。全てを恋愛に結びつけると、10人、20人好きな人がいっぱいいるっていう状態にもね、なりかねないので、なりかねないんですよ僕ね、レナさんみたいにちょっとその記憶による判別というか、レナさん前世のことを覚えていらっしゃいますよね。それがないですよ、記憶が綺麗にない、心がなんとなく気になるなみたいな、そういうちょっとね判断しかできなくてね、でも大事にするんですよ。この人はちょっとね仕事で付き合うと、お互い儲かりそうだなと思っても、僕好き嫌いで結構決めるところがあって、仕事とかそんなんじゃなくて、この人安心できるから、ちょっと連絡しようかなじゃないけど、そういうのがそれが大事なんですですよね。で結局ね、仕事上は、仕事上はっていうか、すごい方だけど、合わないなって思ったら、やっぱりねその後無理して付き合うと、痛い目に遭ったことがあるんですよ。痛いっていうか、僕の成長につながるんですけど、やっぱりこの直感なんだっていうことでね、判断してますね。ごめんなさい、僕がいっぱい喋っちゃった。すごい大事なポイントをね伝えてくれてるなと思ったんですよ。確かにね、まず心で見ることを大事にしてほしいんですね。心とか優しさっていうのは、傷つかないと優しさがね、なかなか芽生えにくいっていうところがあるかと思うんです。大変な思いをしてきたからこそ、その人の痛みがわかる、でこれって過去生からの積み重ねだと私は感じてるんです。だから優しい子を見ると、ああ過去生からこれまで大変な思いをしてここまで成長してまた生まれてきてくれたのねって感じるんですよね。で技術面っていうのは、過去生から見ても職業っていろいろ変わるんですよね。パソコンなんで携帯なんてなかった時代だから、今生からスタートして身につけたものが多いと感じます。技術っていうものはね、だから優しい心の人とのお付き合いが自分自身の成長にもつながっていきますし、でまた先ほどトーマさんがね傷ついた経験というか、それもすごい大事なんですよ。互いがねよりまた成長するための、だから人は離れたり、また近づいたりしながら、互いに離れることで考えることもある、近づくことで分かることもある、そうやって切磋琢磨してるのかなと思います。なるほど。すみません、ちょっとここでコメントが来てて、ツイキャスでですね、ヒカルさんのコメントです。ヒカルさんありがとうございます。過去生の人と今の時代で結ばれることはあるのかなっていうこととですね、過去生の人と今の時代で出会った人は、どうしたら分かりますか。これは恋愛ですかね。一応どうしたら分かりますかっていうのは今大体
出てきたんですけど、結ばれることはあるのかな。あります。あります、うん、ありますということです。ひかるさん、あるんですけれども、うん、生まれる、ま、互いがね、生まれてくる前にまず出会いが必要ですよね、うん、はい、なのでお互いが出会いたいと思わないと、うん、やっぱり結ばれないんですよね、うん、生まれる前に片方がもう会いたくないっていうと、うん、やっぱり全然違う国に生まれるし、うん、だから同じ時代、うん、同じ国、うん、同じ地域、うん、そして、うん、同じ結び合った時間の中で縁が結ばれるんですよね、うん、すごいことだと思います。そうですよね、うん、でも結ばれた縁を継続させていくのにはお互いの努力が必要だとは感じます、うんうん、そうですよね、うん、あの人間関係ってやっぱり相性が合うから続くとかじゃなくてね、うん、あの以前のね、うん、ゲストさんのね、あの、うん、ヨギさん、そうそう、月の雫さん、ね、月の雫さんっていうねご夫婦いらっしゃってて、あの、うん、続くご縁っていうのは相性じゃないんだと、あのお互いのね磨き合いなんだと。わかります。わかる、わ、うん、かりますとレナさんもおっしゃってます。なんだなって僕すごく勉強になってね、うん、今の話と通じるなと思いましたね、うん、このオンラインのそのセッション、あ、じゃない、あの、あ、ごめんなさい、その前にひかるさん、片方だけでは難しいのかと、まあ会いたいっていう心のことですかね。僕のね直感なんですけど、会いたい人と会うには会いたい人にふさわしい自分になっておかないとねいけないみたいな、話をどっかで読んだことがありますね。それはありますね。でそれを意図してるわけじゃなくて、うん、意図せずともね、うん、例えば困難が来たらそれから逃げないとか、うん、そういったことでね、準備がね少しずつできていくとか、まあ、そんな、うん、それはすごくあります、うん、自分なりにね、自分を高めていくこと、を続けている方っていうのは、うん、やっぱりありますよ。生まれてくる前に出会おうねと約束した方でも、やっぱりそれぞれね、こういう状況がいいとかこういう条件がいいとかあるんですよね、それぞれに、うん、なので自分が今の自分を磨くっていうことを続けていくと、うん、会おうと約束した相手が10人いたとしたら、うん、10人と会える可能性が、うん、生まれてくる、あるんですよ。なるほどね。なんかあれも言いますよね、本当の自分である方がそういうご縁がある方々と会うチャンスも多いんですかね。なんか偽りじゃなくて、なんていうの、うん、自分が好きな仕事をしてとか、例えば、うん、自分らしく生きてる方が、うん、そういうご縁とね、なんか出会いやすいってなんかね、うん、聞いたことがあって、うん、あると思いますよ、うん、自分らしくいるというのは、うん、きっと心が素直ということで、うんうんうん、なんていうのかな、人と出会ったり縁を結ぶときに、うん、この人はこれがいいから、うん、お近づきになろうかしらという考えよりは、うん、心で選ぶっていうことですよね、うんうん、またあれじゃないですけど、ほら自分がね自分らしくこの生きてると、うん、そのよく類友とかも言ったりしますけど、うんうん、やっぱそういう同じような、ね、気持ちを持ってる人が集まってきますよね、やっぱりね、うんうん、その中にまたねご縁があった方とかね、この過去世とかでね、うん、出会うチャンスはね、うん、多くなるような気がしますよね。あ、すごい、うん、いいことを伝えてくれたなと思うんですけれども、類友、類は友を呼ぶ、うん、これって気のエネルギーと一緒だなと思うんですよ。その人が放っているオーラとか雰囲気で、うん、やっぱり人ってそこに輝きに惹かれて、うん、縁が結ばれていくものなので、うんうん、だから自分が自分らしく歩んでいると、うん、やっぱりそれに ふさわしい相手というのがね、うん、良縁が結ばれていきますね、うんうん、なんかね恋愛絡みだからか知らないけど、うん、コメントが増えてきてね、ひかるさんの方はね、初恋の人を30年思い続けているけど、お互い別の人と結婚したんで、まあ、過去生の人ではないのかなというコメントが ついておりますね、まあ、その30年も長かったですね、はい、30年、うん、30年すごいな。あ、まずはね、でも恋愛感情をちょっと抜いて、その人のどこに魅力を感じてるかなっ
ということをノートに書き溜めていってください、うん、それが大事かな。なるほど、うん、ひかるさん、あのノートに書き留めるそうです、うん、書き留めて心の中を整理してね、うんうん、その人に求めてるものは何かな、うん、そして私がその人に与えたいものは何かな、はい、うん、どうしても、ね、感情面を入れるとですね、自分自身のなんていうのかな、うん、欲が出てくるんですよ、はい、その人が欲しいとか、うんうん、やっぱりお互いにね、うん、それぞれの家庭があるのかな、うんうん、なのでちょっと、まあ、日本の法律とか、うんうん、その国々のね考え方って違ってくると思うんですけれども、ね、過去性も大事、今性も大事だから、うん、はい、その国に住んでいる法律もしっかり、うん、基準にして、はい、行った方がいいかなと思います、ね、ちなみに僕は結構な現実主義というか、今世が一番大事なんで、うんうん、今世、うん、大切です。全部今世優先です、うんうん、ひかるさん、はい、ノートに書き留めますといただきました。でそしてですね、Facebook の方で、はい、若さん、うん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。自分磨きって例えばどんなことがありますかと来ておりますよ、うん、これもね、ノートに書いてほしいんですよ、うんうん、今ペンと紙を準備して、うん、これからどんなことしたいですか、うん、もし人生100年だとして、うん、今からスタートして100歳までにやりたいことは何ですか、うんうんうん、たくさん書き留めてください、うん、はい、その中に今世で生まれてきた意味がたくさん詰まっています。できることからやってみましょう、うん、私ね、やっぱ思うんですけど、自分がね、例えばなりたいこととかやりたいことってあるじゃないですか、うん、やっぱその人がね、その描いてることとみんなと全然違いますもんね、うんうん、なんかそれって大事にした方がいいですよね。そうなんです。例えばほら、ほら歌手になりたいとかいるじゃないですか、うんうん、私は歌手になりたいと一度も思ったことないので、うん、みんな違いますよね、望みっていうのがね、うんうん、だからそれはね、自分の中で芽生えてる望みはね、やっぱり魂からのっていうんですかね、うん、そうなんです。そういう望みにね、そう思います。私もそうなのかなって、うん、小さい頃から好きなこととか、うん、こうなりたいって思ってることっていうのはすっごく大事なんですよ、うん、私もね、小さい頃好きだったことは、うん、もうずっと今でもやっぱり好きですし、うん、職業にしていなくても趣味でやっていたりもしますしね、うんうんうん、そういった小さい頃生まれてきたばっかりの頃っていうのは、うん、特に今世でしたいこと、うん、望みをね、うん、思いっきり叶えようとするので、はいはい、あ、すごい、思い出してみる、小さい頃を思い出してみるっていうのも大事だと思います。なるほど、ありがとうございます。え、若さん、書きまくります、ありがとうございますとコメントがつきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すみません、番組もういつの間にかもうこんな時間になっちゃって、早いですね。早いですね。あと3分ですね。すいません、レナさん、ね、最後に告知の時間など取りますので、何かありますでしょうか。はい、ありがとうございます、はい、オンラインのスピリチュアルレッスン、はい、毎月参加を募集していまして、うん、今月3月の28日の日曜日、うん、午後3時半からスタートとなります、うん、はい、もし興味のある方はね、うん、琉球スピリチュアルガイドと検索をしていただきますとホームページ現れますので、はい、そこからメールでご連絡ください、うん、琉球スピリチュアルガイドですね、はい、また僕がですね、今 Facebook、YouTube、Live、ツイキャスで配信しているのですが、その画面にですね、レナさんのホームページが QR コードで、案内してありますので、そちらをね、読み取っていただいても、レナさんのね、こういう内容が案内がね、見れると思います。大丈夫ですか。はい、はい、最後にコメントがね来ております。ひかるさん、まあ、確かに自分磨きって簡単なようで難しいですねと、そして、早いなと、これ番組終わるの早いなということですね。僕もそう思います。またレナさんお願いしますと、トーマさん、美女のお二人様お疲れ様でしたということでつきました。また来週、再来週、あ、そうだった、そうだった、4週続けて、そうだ、ヒカルさんおめでとうございます。ですね、レナさん、ね、なかなか沖縄にいないんだけど、うん、実はね、うん、今月はいっぱいゲスト出演してくれることになったんですよ、うん、嬉しいです。だから今のところ4週空いてるんで、よろしくお願いします。
はい、連続できます、ね、毎週楽しめますね、うん、楽しみです、うんうん、はい、ということで、そろそろエンディングのお時間なんですが、レナさんありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さん良い日をお過ごしください、はい、さてエンディングのお時間です。本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。本日のゲストは、おつなぎ役のガナハレナさんでした。ありがとうございました。アシスタントは渚さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ミキサーは石坂まなみさんでした。ありがとうございます。パーソナリティはトーマでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。